ケンタッキーダービー G1 ダート2000メートル5月4日イコールチャーチルダウンズの主催者が行うフューチャーウェイジャー長期前売りの本番前最終回となる第6回プール 6MK2 日各場のモーニングライン主催者の想定オッズが発表された前回のプール5までは混戦模様だったが 今回は先週末に行われたフロリダダービーを13馬身半差で制したフィアースネス、オス、T、プレッチャー、父シティオブライトが単勝4、5倍で断然の一番人気想定となった主催者が選抜した有力馬39頭と、それ以外の3歳馬、という40の選択肢が設定されるフューチャーウェイジャー。 一番人気のフィアースネスに続く二番人気にはリズンスター S 覇者のシエラ・レオネ、オス、シー・ブラウン、チチガン・ランナーが7、ガナナ、ゼロ倍。ルイジアナ・ダービーを制したキャッチング・フリーダムが同10倍で続き、デビュー5連勝で UAE ・ダービーを制した日本のフォーエバー・ヤング、オス、ヤハギ、は11倍で4番人気の想定となっている。 また、新たに伏流 S を制し、ジャパンロードトゥザ・ケンタッキーダービーの1位で出走を予定している帝王パスワード、オス、高柳大が61倍で名前を連ねた。4日から6日の3日間で投票が行われる今回のプール6は本番前の最終プールのため、それ以外の3歳馬は31倍という設定に交代している。 ケンタッキーダービーへ向けては、今週末の6日に行われるサンターニタダービー、ブルーグラス S、ウッドメモリアル S が最後の主要な前哨戦。最後は13日の歴ントン S。ここで出走馬の顔ぶれがほぼ決まることになる。